エシカルという言葉を聞いたことはありますか？エシカルとは倫理的という意味の英語です。地域や社会、環境や人々に配慮して物やサービスを選ぶことをエシカル消費と言います。私たちは普段商品を選ぶとき、美味しそう、安い、体にいいなどの様々な基準で選んでいます。あなたもその中にエシカルという考え方を加えてみませんか？それは例えばこんなこと。もしお買い物で豊かな地域を作り出せたら、もしお買い物で公正な社会の仕組みを作り出せたら、もしお買い物で地球の環境を守ることができたら、もしお買い物で人々の生きるを支えることができたら。全国の生協では人々を思い、より良い地域や社会、環境の実現を目指してきました。こうした取り組みをコープ商品でも進めることができたら、例えばコープ商品で豊かな地域を作り出せたら、産地指定マークがついた商品、産地や栽培方法が明らかな国産素材を主原料に使用しています。育てる人と使う人のつながりを作ってきました。国産素材マークがついた商品、主要な原材料に国産素材を使用しています。日本の農業、漁業、畜産業を応援しています。例えばコープ商品で公正な社会の仕組みを作り出せたら、フェアトレード、公正な価格で取引されている商品に認証マークをつけました。一杯の飲み物で生産者の暮らしを守ります。コープコアノンスマイルスクールプロジェクト、対象のコアノン商品の購入1パックにつき1円をユニセフに寄付、アンゴラの子どもに優しい学校づくりを支援しています。6年間で60校。例えばコープ商品で地球の環境を守ることができたら、レインフォレストアライアンス、持続可能な農業を営む農園で生産された原材料を使用することで熱帯の森と人を守っています。海のエコラベル MSC、 持続可能な漁業の取り組みとして産卵期の魚を守るなど海の資源を守っています。例えばコープ商品で人々の生きるを支えることができたら、ピンクリボン運動、コープ化粧品40周年を機にピンクリボン運動に寄付を始めます。乳がんに対する啓発と検診の普及、家族の支援を進めます。これからもコープ商品で組合員にエシカルなお買い物についてお知らせし、利用をさらに広げていきます。エシカル、それは誰かの笑顔につながるお買い物。